熱にまつわるスペシャリスト企業、省エネ大賞経済産業大臣賞。3分企業研究アット福岡、今回はこちら、昭和鉄工株式会社をご紹介します。業種でいうと製造業、本社は福岡県宇美町にある会社です。ポイントの1つ目、熱にまつわるスペシャリスト企業。昭和鉄工さんは大きく3つの分野に強みを持っていて、熱源、空調、そして鋳物というですね、3つの分野に強みを持っているそうです。熱源というのは給湯システムとかボイラーといったもの、さらに、空調というのは、例えば、外気を屋内に取り込む際の外気処理器という機械、そして鋳物というのは、金属の部品とかパーツを生み出す技術のことですね。その中でも昭和鉄工さんは一般家庭向けの、設備ではなく、どちらかというと大型設備、大型施設向けの、設備に強みを持っているそうです。ポイントの2つ目、省エネ大賞経済産業大臣賞。平成30年にですね、この昭和鉄工さんが作りますこの外気処理器の、ラデックという製品が省エネ大賞経済産業大臣賞というですね、1年間にたった1商品しか選ばれることのないですね、もう最高賞に、選ばれた、受賞したということなんですね。これは歴代の受賞企業を見ると、例えば東芝とか安川電機とかパナソニックといったような、いわゆるナショナル企業、日本を代表するような企業がずらりと居並ぶ中に、この昭和鉄工さんが肩を並べたということで大きな話題になりました。そういう高い技術力を持っている、同社です。ポイントの3つ目、若手が作ったチャットボットと書いてるんですが、この昭和鉄工さん、つい最近ですね、ホームページの採用ページをリニューアルしたそうなんですが、その中に、よくある質問で、学生さんから寄せられる質問に対して AI、 いわゆる人工知能が自動で回答するような、チャットのロボット、チャットボットを、作ってインストールしているそうなんですが、実はそのプロジェクトに関わったのが入社1年目から2年目の若手社員さん20名ほどのプロジェクトチームなんだそうです。いわゆるキャラクターのデザインからですね、その回答のテキスト作成のところまで若手の方々が1から10まで作って、今ホームページで動いている。よかったらそのホームページですね、チャットボットをご覧いただけると、その同社のユニークさとか、若手にどんな仕事が任されるのか、そういう非常にこうフレキシブルな企業体制なんかも感じていただけるのではないかと思います。今日は昭和鉄工をご紹介しました。熱にまつわるスペシャリスト企業、省エネ大賞経済産業大臣賞、そして若手が作ったチャットボット、興味のある方ぜひ調べてみてください。YouTube のご視聴ありがとうございました。私たちは企業専門のインターネットテレビ局として、元気な会社、社会に貢献している会社、役に立つ会社、面白い会社、こういう会社を日々取材し、こうやって YouTube を含めて発信しています。就職先を探している、いい会社が見つからない、自分にはどんな会社が合うんだろうか、こういうことに迷っている方がいらっしゃったら、詳しくはこの動画の説明欄からご覧になってください。